こんにちは、ガミくんです。今回はラミエルの SS アマテラスに打ってきました。で、ボス2で打ったんですよ。で、ボス2でもう打って終わろうかなと思ったんですけど、一応立ち回りもしかしたら気にしてる人いるかなと思って、一応ボス1から、今これ喋ってるのは後付けで、打つ時からリアルタイムの方にやっていこうと思います。で、ラミエルの SS はその激しく貫く SS、竹見和地とか、あと、なんだっけ、アンスリウムか。あの辺のキャラと一緒で、一撃がでかい SS なんですよね。なので、地雷を持って殴ることができれば結構ダメージ出るんじゃないのかなってことで、ちょっとやってみた。で、基本的に地雷は、ボス1で取っておかないと、ボス2では絶対取れないんで、ブロックの上に1個だけだから。なので、ここで取っておきます。で、とりあえず、鳥は一応、ブロックから出っ張ってるから、なんとかなるんですけど、ボスはもう完全にこれブロックで分断されてるんで、もう右に行くことはできません。なのでここは3体で、立ち回っていかなきゃいけないです。この辺の立ち回りについては初回とはまた別で同じ編成でまた立ち回り用の動画撮ってきたんで、またそれで説明していこうと思います。基本的に多分初回での立ち回りと一緒で、とりあえずボス殴って、下がって戻ってきてテレポトンネルで殴るみたいな、基本的にはこの立ち回りだから一緒なんですけど、こんな感じで削っていけば比較的楽にいけるの、3体でも十分いけるのかなって。で、結論から言うとワンパンできなかった。ボス2で撃ったんですけどワンパンできなかったんですよ。ただラスゲがほぼ終わりかけ、もう死にかけ状態だったんで、そこで SS 使ってしまっても正直いいのかなって割と。なので、とりあえず今これ、ちょっと調整しながら、調整というか、地雷絶対に持っていかなきゃいけないんで、ある程度抜けられそうでも、ラミエルが地雷持つまでは抜けたらダメです。で、とりあえずここで2個は絶対確保できるんで、ここで、あとはもう4個持ってたら、またもしかしたらワンパンでき、ボス2でワンパンできるかもしれないんですけど、ちょっと2個でしか今回打てなかったんで、それでやります。で、ここを抜けたかったんで、SS 使いました。で、これ、ちょっと参考になるんです。もともとこれ今、地雷2個持ってるじゃん。で、4個になって、うまいことこれ入ることができれば、短い間に、多段判定で、これ今2億与えたんですけど、確かボス1、3億、ボス2、2億、ラスゲちょっと忘れたんですけど、ボス2が2億なんですよ。それをちょっと削るって、行くことができるんですよね。なのでちょっとこれ今地雷持って多段できたんで、ちょっとボスに削れてるんですよ。これちょっと使えるテクニックなんで覚えておいたらいいかもしれないです。こんな感じでもう最初から半分削れてるんですよね、一撃が重いから。で、ここからちょっと普通に雑魚処理していくんですけど、これラミエル使う時の一番難易度高いの、マルチじゃないと絶対ダメです。3ターンでこれ処理しようと思ったらラミエル抜けしないといけないんですよ。ラミエルで抜けることは絶対できないんで、ステイする必要があるんですよね。なので、これソロでやろうと思ったら、多分できないです。配置によってはもしかしたらできるかもしれないけど、例えば今ここで縦貫とかね、今これ縦貫するんですけど、ソロでこれやろうとするとなかなか難しいと思うんで、確実を求めるなら、ソロでやった方がいいんじゃないのかなって。例えばこれ左のセットどっちか残ってたら、もう確実にこれもう動いた瞬間に地雷消費して、何もできなくなっちゃうんで、なので、そんな感じで、雑魚処理します。これちょっと配置が良くなかったんで、失敗したけど、このハトコードは大した攻撃してこないんで。あと多分 3P の位置にノストラダムスとかいたら、そのまま超マインスイーパーの恩恵でそのままボス殴れるんで、地雷持ったまま殴れるから。だから、ラミエル、ノストラダムスで、あとはパラドックスとか。で、やったら、もしかしたら、そんなに、やっぱラスゲが一番難しいからそこ苦労しなくて済むのかなって思って。で、ここからはもうあと、適当に時間潰すだけ。ラミエルのターンまで。なので、ここ縦勘で適当に待機します。本当は怒らせることができればもっといいんですけど、ちょっと、ビビってやらなかった。なんで、ちょっとリアルタイムに変わります。よし。じゃあ行きます。どうだろう、これで結構ダメージ出たら新たな攻略法として一つ役に立ちそうな気がするんですよね。はい、3億か。でもこれ地雷4個とか持ってたらまた変わったのかな。どうなってるこれ。おお、いやでもこれだけか。いやでも連れてく意味あんまりないかったかな。これでとりあえずもうここからは普通にこれで倒します。
さすがにこれ蘇生しないよね。これ蘇生したらさすがに鬼畜すぎでしょ。おー、オッケーオッケー。まあ、これ倒します。配置的にはまあ下に行った方がいいのかな。はい、あーそうか、ラミエル。でもラスゲが難しいから、うまいことやればこれって一つの攻略法として成り立つね。だってラスゲが一番削るの難しいんだもんね。なのでそれでできれば結構いいんじゃないのかなってちょっと思ったんですけど、どうなんでしょう。はい、まあこれでこれで倒します。オッケーオッケー。でラミエルは、おお、ラミエル、そうか、これあれだ、横間で上がっていくだけの簡単なお仕事でいいんだ。はい、でこれで、あ、やべ、剣持っちゃったまあいっか。でもうこれそのままいつものあれか、この、このこれ、はい。でも SS3 発温存していけたからね。それで、おーおおおいや、ここまで狙ってなかった。でもこれでいいんじゃない、これラミエルありな気がする。だってこれ2回目だもん、2回目でこれできたもんなので意外とおすすめかもしれない。これもしかしたら面白い攻略を見つけたかな、もしかして。まあこれもしやってみたらどうぞって感じで、終わります。バイバイ。